眠れましたか？昨日の夜寝ちゃったもんね。初日からドキドキワクワクの白の旅、苫小牧店の中も夜からね。では行ってきます。時間で交代交代あるね。どっちに先ついてもらっても構わないです。キーパーにしてここから普通のシュート、もしくは河合からパスをもらってシュート。はい、じゃあ釧路合宿、初日です。東北海道クレーンズホームアリーナ来てます。あ、じゃあ初回の練習よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっとあれ入れないですね、一人。あれこっち側はですね、同じぐらいずつ2つに分かれてホイッスルでスタートです。同時スタート。惜しい。よいしょ、でその時に根元がね、根元に置きます。でそのまんまスティックをまっすぐ出してここまで来ます。で最後はこの上の手と下の手を後ろに出してシュート。で最後にこのスティックで打ちたい場所に。ではい、ナイスカット。ナイスパス。はい、よろしくお願いします。アドマチック天国みたいに、なんかもうその店の紹介いいんだって食べ物屋は。
挨拶されちゃいました。見つかっちゃいました。じゃあ思い切ってもっと寄って。はい。研磨中です。え、それだけ大一声。いや、なんかもっとさ、ちゃんとほら、ご報告とかご挨拶とかあるじゃない。お疲れ様です。こんにちは。今日は苫小牧の店舗から。はい。はい。しがない店長ですね。はい。じゃあちょっと苫小牧の店舗案内でも。店舗案内ですか。はい。釧路で合宿してたんだよね。ついさっきまで、はい、合宿どうでした？合宿考えた。次につなげられたらいいなと。一生懸命段ボール片付けてたもんね。そう、段ボールちょっとトラウマになってるんで。段ボールはちゃんとね、はい、ちゃんとしないとダメだからね。段ボールはしっかり捨ててください。お前が言うな。紹介してくださいよ、せっかくなんで。グラブもいっぱいありますね。はい、グローブいっぱいあります。はい、これ、今年のモデル？もう入ってますね。あ、もう一部入ってきた。はい、で今年のエルボーと入ってきてます。グローブは入ってないです。あ、グローブ入ってないって言われてるよ、ほら。これ違ったっけ？あ、違った。おいおい、ちょっと待って。あ、大丈夫でした。なんかすげえ俺アリーナ見てる。何これ？ NHL アリーナみたいに2段席になってて、すり鉢の下でいるけど、あ、なんかこの感じはサドルドームかな。あー、似てますね。そうですね。敵もいるので早く処理してください。なるほど。はい、感じで見えるのか。スモールエリアのゲームもあります。これは面白い。これ上手くなるよ、多分やってたの。マジでちょっとやっただけで上手くなるかもなと思ったもん。いいですね、はい、積極的に活用していきましょう、はい、じゃあすみません、今日はありがとうございました。とっても面白かったです。東京にも進出してきてほしいと思うので。揚げ、これ、よし、よーい、スタート。傾かない。これをまっすぐ、もっと下げる。はい、反対、反対行きます。よーい、スタート。傾かないよ。そうそうそう。